ジョーン・オブ・ナバールは、イングランド国王ヘンリー4世の王妃。ナバラ国王カルロス2世と、王妃、フアナの娘。兄は、カルロス3世、モルタン・ハク・ピエール。フランス5名、ジャンヌ・ド・ナバール。ジョーンは、最初1386年に、ブルター・ニュー・コージャン4世と、結婚、9人の子女を設けたが、1398年に、ヘンリー・オブ・ボリングブルックが、 リチャード2世により追放され、ブルターニュに今日構えたとき、当時公爵夫人だった彼女を見染めたという。翌1399年に、ボリングブルックはリチャード2世を排して、国王ヘンリー4世に即位、同年にジャン4世が死去、未亡人となったジョーンは、長男ジャン5世の摂政を務めていたが、3年後の1402年4月に代理人を通した、 ヘンリー四世との再婚に応じた。1394年に最初の妻マめアリードブーンを亡くしたヘンリー四世は再婚を通してブルターニュの支配をもくろんでいたが、ブルターニュから再婚に抗議が上がると、ジョーンは摂政の放棄を余儀なくされ、子供たちも後見人のオリビエド・クリッソンがブルターニュに止め置く方針に決めたため、ヘンリー四世の宛ては外れた。1403年、 王府との間にできた子供らをブルターニュに残し、イングランドへ行き2月に、ウィンチェスター大聖堂で正式に、ヘンリー4世と再婚したが、彼との間に子はできなかった。しかし夫婦仲は良く、ヘンリー4世はジョーンへの歳出を増やし、ジョーンも王と繊細の子供たちへ愛情を注いでいたという。1413年のヘンリー4世の没後、ジョーンの処遇は変わらず工遇され、 警視ヘンリー5世からは、家父年金を支給され、実母同然に慕われていた。しかし1415年に百年戦争が再開されると、アジャンクールの戦いで、フランス軍がイングランド軍に大敗、フランス側で参戦していた娘、マリーの夫アラン孫ン公、ジャン1世が戦死、次男のアルティュールが捕虜になり、イングランドへ送還される不幸にも遭遇している。 1419年になると、ジョーンの処遇も大きく異なり、ヘンリー5世の弟、ベッドフォード公ジョーンの命令により、妖術に凝って王の殺害を図ったとして、逮捕、財産を没収され、イングランド南部ペブンジーに遊兵された。後に、ヘンリー5世により釈放され、義理の孫ヘンリー6世も財産を返却したため、かつてと同じ待遇を取り戻して、余生を送った。 1437年に亡くなると、カンタベリー大聖堂に眠る夫のそばに埋葬された。最初の夫ジャン四世との間に9人の子女を設けた。ABC 森 P198 エチュベリー P61ABCP246 エチュベリー P61P62 ロイル P100 エチュベリー P96P97 石井 P246P247 エチュベリー P230 清水 P49 石井 P247P248 ありがとうございます。